社の日産マーチです。まず、パネルはこんな感じで、燃料系とメーター系とからシフトのがあって、これぐらいがすっきりしてていいんじゃないでしょうかね。あんまりいろいろあっても実際使うことないし、あとはこちらがオーディオ関係とエアコンと、これだけあれば全然問題ないと思います。それで一番気がついたのは、もうフロントの視界がすごい広い、これ大型のセダンぐらいありますね。これバックミラーも後ろ全面見えてるし、この視界の広さはスイフトにはないね。Aにかけてみます。ブレーキを踏んで、スイッチを押すタイプですね。こんな感じで、エンジンの音はこんな感じです。でちょっと前走ってみましたけど、最近の車ってすごい音が静かになってて、昔はもう普通車ってうるさくてしょうがなかったんだけど、静寂性はすごい進歩してますね。ちょっと走ってみます。ハンドルの切れはスイフトの方がはるかにいいです。一応そのメーカーに持ってきまして、でそのエアバッグのシステムのところにコネクタがやっぱ4箇所ぐらいあって、それを一旦外して缶合の確認と、あとその清掃して付け直したって言ってました。あ、そう。はい。それで一応これで大丈夫だっていうお話なんですけれども、何かありましたらまたすぐ対応させていただきますので。燃費が全然合わない。でそれも今日はでもあれですよね、平均 16.1 って出てますよね。それと燃料が合わないんだよ。あ、そうなんですか。なんかそれも空燃費のところまで全部見たって言ってましたけど。そう、じゃあもう一回休みだ。はい、わかりました。一応そういうことになってますので、はい、はい。